新しいケーキの試食やってます。あ、待って。みんな立ち止まってくれないのよね。もう休憩時間に入っちゃうわ。あなた、どうしてここに？はあ、よりによって今一番会いたくない人に会っちゃうなんて。そうだったの？じゃあ教えてくれない？こういう時ってどうすればいいの？もちろん食べたわ。上品な甘さで食べやすいのよ。私だっておすすめしたい気持ちはあるんだから。あ、そっか。試食やってますじゃなくて、どういうところがおすすめなのかを伝えなくちゃいけないんだ。少しできそうな気がしてきたわ。ありがとう。もうすぐ休憩時間も終わるから行くわね。あなたにこれ以上かっこ悪いところは見せられないし。こちらのケーキ、トロピカルフルーツのジュレが乗っていて爽やかなんです。ぜひ味わってみてください。それからこちらのケーキは上品な甘さで。ええ、あなたのおかげでたくさんの人に試食してもらえたわ。私考えたんだけど、もらえるお金のことばかり考えてて、アルバイトと真剣に向かい合ってなかったんだと思う。たった一日だけど、働くってこういうことなんだって思っていた以上にすごく大変で、でも大事なところも楽しいところも知ることができたわ。だから本当にありがとう。それにようやくあれも買えそうだわ。